今日は6月10日でめちゃくちゃ雨が降ってます。でまた今日も荷物を出してこれからどっか行くんですが、まあ、昨日髪の毛切って、で、まあ、下がもうシェーバーで剃ってツルツルなんですが、やっぱり1日2日経つとどんどん生えてきてちょっと痒くなるので、まあ、スキンフェードをするときはした後かかないようにするのと、なんかこの辺がもう地肌なので、なんかクリームとかいろいろ塗っといた方がいいと思います。で今日は朝もうちょっとジョリジョリしてたので、また下をシェーバーで剃りました。で今日は雨が降っているので、どっか行くにしても車から降りて雨に一回も濡れないような場所に行きたいので、ちょっと考えます。いや今日は雨がすごいです。今日は久しぶりにステーキを食べました。そしたら今から家に帰ります。今日は6月16日です。で先週からダイエット始めました。野菜と、まあ、鶏のささみとか豆腐しか食べてなくて、で体重を今の状態から15キロぐらい減らそうと思ってます。なので今日もサラダです。ということで今日はまたどっか出かけようと思ったんですが、結局一人で出かけることになりました。今お店があるところに来ました。ちょっと頼まれ物があるのでそれを買いに行きます。無事頼まれたものを買いました。で昨日この YouTube のチャンネルが登録者数300人になりました。で
まあ収益化まではあと700人なので、まあそれまでゆっくり頑張ります。登録者数がもうちょっと増えたら、まあ動画を作ってる側として、動画を見てる人に何かしたいと思ってるので、でまあ何をするか考えて、まあそのうち動画にします。天気がすごい悪いです。ということで帰ってきました。で今日は結局頼まれたものを買って帰ってきて、別に何も買い物はせず、どこも大したところには行かず、せっかくの土曜日が終わってしまいました。で昨日の夜からあのサンプリングの動画をまたもう一本作ってます。見たい方はもうちょっと待ってください。